やあ、さすが圭介だよ。前回の動画でノーマルエンドを達成した俺ですが、今回はトゥルーエンドを目指して頑張っていきたいと思います。まずちょっと見てほしいものがあるんですけど、っていうかちょっと気になるものがあるかと思うんですけど、こちらですね。これここにね、この世界にソフィアママがね、ここ立ってるんですよ。ちょっと話を聞いてみましょう。あと少しよ。というわけでね、何が少しなのっていう感じなんですけど、こちらこう広がっている通り、これまで春の左手の力でそのものに宿った記憶を見てきたアイテムたちがこうずらっと並んでいるんですよ。実はトゥルーエンドへの条件がですね、このゲームに出てくる記憶を読めるアイテム全て王の記憶を読むことが条件なんですね。つまりね、本編に出てくるアイテムのうちに何か記憶が読めてないアイテムがあるみたいで、ママが言うにはあと少しよって、残りその読めてない数は少ないよっていうことですね、なんですって。というわけでね、トゥルーエンドを目指してそれらのアイテムのね、記憶を読めてないアイテムの回収を行っていきたいと思います。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。トゥルーエンドを目指すのはいいんですけど、まずその前に分岐したところをもう一つの分岐の方を見ていきたいと思います。というのも、エピソード3の序盤前半の方でですね、そのシステリア に殺されるみたいな話、4人が被害を受けるみたいな話があったと思います。ね、その時にね、俺確かケースのところに行こうとしちょったら、先にそのアッシュに話しかけてしまうんですよ。どうも多分あれね、やっぱあそこでそのアッシュで話しかけたら時間が経過してケースが殺されるのを止めることができなかったと思うんですよね。だから今回はですね、ここのところちゃんとケースのところにたどり着くことで、ケース生存のルートの方を見ていきたいと思います。あ、これですね。ここでアッシュが気になって話しかけに行ってしまったんやけど、それをしょったらケースがね、時間の経過が進んでケースがね、殺されてしまうんですよね。だから今回はアッシュはスルーしてケースのところに行きたいと思います。こっちやな、ここですね。ここにケースがおったはずで、今回多分生きとるはずなんよ。あれ、ここじゃなかったっけ。あ、じゃあ違うと、隣だった。こっちか。あれ、どこやったっけ。あー、ここか。イムシズだったっけ。おーっと、お前か。何か逆しましたね、あなた。それ、あ、よかった、生存、ちゃんと生存した姿見えたね、これ。おじさん、何やってたの。おちびちゃんには関係のないことだ。そのデッカちゃんよ、俺デッカちゃんよ。春、身長180超えとるんじゃなかったっけ。リーダーは子供じゃないのも、ハイスペックなのよ。それをひらがなで書いてるあたりがちょっと子供っぽいんだよな。俺からすればお前たちみんな子供と同じだ。ケイスさん、あなたは外の都市の代表とずっと連絡を取っていたんですね。何の話だ。ごまかしても無駄ですよ。春は全てを知っています。ついてきてください。あなたに死なれたら困る。どこについていく。ここはもうすぐ襲われるんだ。あなたは狙われてる。どこに行くんだ。尋問室に身を潜めてください。尋問室か。お前、分かった、お前さんについていこう。おお、素直についてきてくれ、感謝します。これでシステリアは多分局長が中に入ってるんよな。システリアって、システリアは、え、
ってなって困惑することでしょう。起きた。どうして俺が外に連絡を取っていると分かったんだ。おっと、言っちゃうんですね。あなたが今送ろうとしているメッセージを読んだからです。違う世界観で読んどんよな。あの塔の暴走を危惧してこの都市を監視している。この都市はとても危険な状況だ。だからあなたは博士と外の都市の代表を仲介するためにここに来たんですね。うん、そういう感じだったよね。ああそうだ、アルバートを説得するためにな。うん、アルバートは3年前から外部と交渉を持たなくなった。てっきりアルバート自身に何かあったのかと思っていたんだが違ったな。アルバートは管理局に外部との連絡を見張られていたんじゃないか。ほう。管理局はあの塔をどうするつもりなんだ。あの塔が暴走しているのは管理局のせいじゃない。12年前消えた鍵が都市に戻ってきた。そのせいで起こっている事故みたいなものなんです。うん。ナム、局長だってあれを止めるためにずっと忙しいんだから。で、俺らは思っとったよな。が、実は黒幕が局長だったとは。あの塔の暴走は僕が止めに行きます。あなたが外に出られるようにする。だから、外からの砲撃を止めてほしい。うん。信用してくれるかね？ゲートから外に出ることはいつでもできるんだ。俺一人ならな。それなら早く外に。俺がここに来た理由は一つじゃない。お？お前の様子を見に来たんだぞ。え、俺？ああ、マジか。気使われてたのね。ん？おじさんは春の何なの？昔は会っとったもんね。まあ、短い間旅の連れだっただけなんだがな。だが俺にはお前をここまで連れてきた責任がある。うん、ここに残ることを選んだのは僕です。もう思い出したんだな。思い出したよ。っていうかさ、一周クリアした後なんでねこれ。ケイシさんのおかげで僕はここで大切な人たちに会えた。ケイシさん、お願いします。外の砲撃を止めてください。返事は？やれやれって顔やな。心配するな、お前の言う通りにしよう。ありがとうございます。おお、これでケース生存エンド。そして外からの砲撃もパン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 言おったんはさ、なくなるんやな。おお、ダンディな座り方。ダンディな座り方だなお前。ほとぼりが冷めたら外に出る。お前、俺が戻るまで無茶はするんじゃないぞ。それはどうでしょう。ハル、時間がないのよ。早くオフィスに向かわないとなの。オッケー。事件がまだ起こるんでしょ。うん、急ごう。早くシステリアを止めないと。そうか、これであれなんやな。このまま、あとは、アシュの方に行ってしまったエンドと繋がっとる感じなんじゃ。合流する感じやな。おお、そうかそうか、そんな感じだったな。改めて見てもこれギョッとするよね。何銃向けてんだよって。ん？結構崩壊状態にはなってないか？あれ？砲撃は？ドン、ポン、ポーンは聞こえてこんけどさ。ワイドめちゃくちゃにはなっとんじゃないかって話なんやけど。あれ？いや、ポンポンポン聞こえてる！ポンポン聞こえてますけど！ケンさん？ケンさん、ポンポン聞こえてるよ！砲撃っぽいの飛んできてるよ！ポンポンポン言ってるよ。あれ？どうや、どうして、どうして。ポンポン聞こえてますね、お前。砲撃されようんじゃないか。あ、話聞いてもらえんかったんか。結局伝えたけど砲撃やめてもらえんかったん。
あがかったんか。なんじゃそれ。外からの砲撃がない。ケイさんが止めてくれてる。ああ、ここで止まったんじゃ。これようやく止まってくれたんじゃな。だけどあの塔の暴走を止めないとこの都市は内側から壊れる。ちょっとラグがあったんか。けどあんま変わりはないですね、こういう感じじゃ。ディスクロニアのファンの方々が喋っていた内容を見て気づいたんですけどね、ここってねエピソード1、2、3の切り替えができるんですけど、これで切り替え、エピソードごとに切り替えたらエピソードごとの記憶読むアイテムがここにずらっと並ぶらしいんですよ。でもってまだ記憶を読めてないアイテムっていうのはね、こういう感じで透明になるみたいなんですよ。例えばこの馬の置物、そういえばなんかエピソード2あたりでこういうのが出てくる謎解きやったような気がするみたいな感じで思っとったりするんですけどね。これとあとスノードーム、あ、な、なんかこんなんあったっけみたいな。なんかドラえもんの秘密道具でこんなんあったような気がするみたいなやつがあるんですけどね。これも読めてなかったんと、あとアタッシュケース、アタッシュケース記憶そもそも読めるなんじゃ。アタッシュケース出てきたな。そういえば確かケースの部屋、ケースが持っとったやつかな。なんかポチ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 って押してさ開くやつあるでしょ。あ、これ記憶読めたんか。という以上3つ、エピソード2のこの3つのアイテムがね記憶が読めてないらしいわ。それであと少しよ、この3つでいけるみたいです。というわけでちょっとガンバーで探してみます。これはアッシュがロックス、これの、あ、これか。このアダッシュケースってアッシュのこのピストルが入っとったアダッシュケースだったんやな。あー、これだか。鉛の銃弾だ。どうやってこう、どうやって添えればいいんだ。子供の頃ポートエリアでケースの銃はどうやって、あ、これでできる。これ鉛の銃弾だ。お前それじゃない。子供の頃ポートエリアでアッシュが見つけてケースの中は空みたいだけど銃はどこに消えたんだ。あ、来た来た来た。これで過去見えたんやな。気づかんかった。うん、これでいい。あら、バラしてるね銃。次元大好きか。次元大好きがちょくちょくルパのテレビシリーズで見かけるマグナムの点検中みたいな感じになってるよ。あいつにもそのうち見せてやろう。きっと驚くな。ああ、こういうのが見えたんじゃ。これで一つ回収できましたね。きた、これじゃ。あ、よう見たらこれ銃の形で、あれ、シルエットの時ってこういう形あったっけ。それ見れば気づくはずみたいな感じだったんじゃ。そうだったんか。ただあと2つか。高人魚マジでどこにあった、どっかあったっけこんなんて。あるとすれば博士の家かな。マイヤが持ってそうな感じだもんな。と、これもなんか博士の家にあったような気がするなみたいなところありますね。これちょっと博士の家どっから行けばすぐ行けるか考えてみよう。寝室じゃなかったっけ。ああいうなんかチェスの駒っぽいよね、あの馬。でもここではなくてこの先かな。ちゃうな、馬の駒と言ったらここしか思いつかんのやけどな。違うんかな。違った、ないな。この部屋に入るの初めてだ。あー、これか。
よくよく考えてみればさ、ノエルの部屋って入ったことなかったなと思っとったらここにあったんじゃ。入ったことないんだったら見たことないもん、しょうがないわ。これはデスのコマと同じものだよな。博士の家行ってなかったもん、エピソード2の時点ではさ、1個もない。ないけん、どこだろう。もしかして3人の部屋のどっかかなと思って来てみたらさ、ドンピシャでしたわ。どうした、これ握りしめて、この馬は握りしめて。おう、博士。そこで何をしている？博士。何気にノエル視点を見るの初めてじゃないか。ノエルか。博士、姉さんが目を開けないんだ。春は僕のことわからないって。ずっとぼんやりしてる。そうか。博士、姉さんと春を助けてよ。元に戻して。博士ならできるでしょ。お願い。ひとときでも過去の記憶から完全に解き放たれたなら、あの子にとっては幸せなことだ。もう亡くした人間の面影を追わずに済むのだから。それに、博士、出て行きなさい、ノエル。二度とここに来るんじゃない。博士、なんで？このタイミング、ああ、そうか、これで、博士のことを不信感抱くようになったって感じなんかな。僕らを裏切ったの。守ってくれるって言ったくせ。なるほど。ノエルが博士に対して、よく思ってない理由ってここなんやな。その時の記憶か。これ重要ですね。確かにこれだったらあんだけツンケンしとるよな、博士に対して。それの伏線がここに来てようやく見える感じなんじゃ。ストーリーに全く関係ないもんな、ノエルの部屋。あ、てかこれ、待って、あー、これか。見たことないと思っとったらほんまに見たことなかったんじゃ。なるほど、ここに記憶読み取れるもんが2つもあったんじゃ。手作りの人形、これマイヤーが作ったんか。動物二足歩行するのかな、ペンギン知らんのや。この時代にペンギンおらんのか。そっか、ノエルか。記憶の宝石箱やんけ、おい。何気に入ったことなかったもんな。何気にほんま、うん、何してんの。座禅組んどる人みたいになってるやんよ。おっと、子供春をまじまじと見える。なかなか珍しい機会。おいしい。ねえ、これはどこの飲み物なの？ずっと南の方だって。僕も行ったことはないけど、山のふもとの小さな集落。その中心に古くて大きな木がある。うん。その樹皮を削ると、こんな風に甘い香りがする。これはその土地に根付いている香りなんだって。おー、そこにはもう人は住んでない。だけどその木はずっと村の中心にあって、村はまだ歴史を刻んでる。いつか粒子汚染がなくなって人が戻ってくるのを待ってるって。その村がもしかして過去の記憶でハルとソニアが住んどったところだったりするんかな。おじさんに教えてもらった。あ、ケースと一緒に行ったところって感じか。ねえ、今でも外に行きたいの？行きたい。だけど一人では行かないよ。博士はナイトフォールからの回復のためにずっと研究してる。あの研究は僕らのためでもあるんだよ。成功したらきっと変異体が疎まれることもなくなるし、そうすれば保護シェルターにいなきゃいけない理由もなくなるんだ。安全になったら僕が二人をドームの外に連れて行くよ。ここを離れるときは一緒に行こう。じゃあ約束だよ、勝手にどこかに行かないって。姉さんだ、帰ってきたよ。そっか。しかし後々ハルは
自分を犠牲にしてでも黒マッチの平和を取り戻すルートを選んでしまうんだよな。にしたちさ、こんな部屋だったんじゃ。何気に初めて見たんじゃん、フィフィーちゃん。これは記憶見たんでね。あれ、今ここにあるんやな。そっか。エピソード2でここに来たんやな。これはエピソード1で記憶見たような気がするんですけど、結構結構、あ、これやって。あ、待って、こんなとこにコインあんの。こんな隠すやり方しとんじゃ、コイン。これはなんだ、アレスバキや。あー、これはね、アルドネウスで、ヤマトが乗っ取った方の剣を持ってるロボットの方じゃ。これも記憶見えるで。トゥルエンドには関係ないみたいなんですよ、このコインの記憶に関しては。ですが、いっそ、せっかくなんで見てみましょう。どうしたの、ノエル。まだ眠れない？マイヤーステンですね、これ。全然眠くない。ハル、お話しして。おかんか。仕方ないな。見て、ノエル。あ、コインの話。何描かれてるの、なんだかわかる？ん？これはね、僕がいたところよりもずっとずっと東の砂漠に眠ってる大きな人型の兵器なんだって。人型兵器の話ここで出てきとんで。人型の兵器？これ前作のアウトデウスに出てくる話ですよね。大昔に空からやってきた神様みたいな存在がいたんだ。空を覆うほど大きくて、理由はわからないけど人間にとても怒ってた。何の話をしているんだ。なんか伝承やけんさ、ちょっと歪んで間違って伝えられとんかなこれ。大地は立ちどころに荒れ果ててしまった。この兵器には人が乗っていてさ、それは合ってる。怒った神様に立ち向かって人の暮らしを守ってくれてたんだって。怒った神様の話、アルトネウス、そんな感じで伝えられてんの違いますけどね。本当にあったことなの？うん、僕は見たことがないけど、ここに来るまでの間おじさんが話してくれたんだ。こう、でもこういう過去作と世界観がつながってるってこういう感じがしてですね、ファンとしてはほんまにいい感じの話聞いてますね。おじさん、本編には全く関係ない話ではあるんですけどね。嬉しかったんだ。おじさんが話してくれている間は怖い夢を忘れていられた。僕だってノエル眠っちゃったみたい。こんな眠り方あるか。突然すぎだろ、眠りに入る。もう遊び疲れた猫か、お前は。ストンってなんか眠らされたみたいになるとね、お前。眠ったというよりは、お前。大丈夫かよ。でもこれでさ、全部記憶回収できてしまったわけなんで、戻って、ソニアに話しかけてみれば、セリフが変わってるはずですね。あれ？ちょっと待って、え？お前が出てくる？マイヤ、ここは拡張夢の一部なんだね。あれ、なんかびっくりした。うん、なんか思ってたとは違うってだったらさ、ビクってなるよね、これ。もうここから出よう。どうして？もう目を覚まさないと。私、まだここにいるの。大切な約束。いやー、ちょっとビクッと、今のセリフもビクッとしたよ。もう目を覚まさないとって。もうこれでさ、エピソード1のサブタイトルの偽りの目覚めっていうのがさ、どういうことなのかっていうのがもう、ほんまに分かってくるような感じになってくる。とうとう本当の目覚め。エピソード1は偽りの目覚めだったけど、ここで本当の目覚めをしようっていう振りが。私があなたを未来に連れて行くって。いいから、僕と一緒に来て。ここにいちゃダメなんだよ。いや、私、まだ帰らない。だだこねないの。もう明日から学校でしょ。今日もここに泊まるとか無理だのみたいな。おん、どうした？待って。どこ行くねー。マイヤ、うん。お、なんだ？勝手に時計が。
何これこれ。どこの時空これ。ああ、これあれか。エピソード2、元の時間に戻ってきただけか。俺、エピソード2の雲時間にノエルの部屋来たんだよね。あ、でもこれで、フラグは回収できたってことか。もう一回戻ります。で、ちゃんとここでソニアのところ戻ってこれるんちゃうかな。あ、戻ってきた、戻ってきた、来た。あ、なんだ？サプライズだらけやないか、お前。あなたはもう戻れる。よっしゃ。あ、なになになに、そこ？行きなさい。あの子はきっと待ちくたびれているわ。わかった。全部アイテム、記憶が集まったらこっから出るんじゃ。そっか、拡張門の出口ってここだったのか。母さん、俺は行くわ。あなたはもう戻れる。同じことだった。別のセリフがあるかなと思っとったら。あの子はきっと待ちくたびれているわ。うん、母さん、俺は行くよ。これで本当の目覚めなんやな。偽りの目覚めじゃなくて、これまでは夢だったというわけだ。あ！この空間ともおさらばということなのか。ああ、これ！この空間！懐かしい。ゲームを開始したら一番最初はここだったんですよね。僕はこの道をたどって引き寄せられた。うん、長い夢を見ていたみたいだった。そうだね、夢に見たことは全部覚えてる。そうなったこともそうならなかったことも綺麗、大切な記憶だ。わあ、記憶はビチビチ切れてるような感じがする。集まってきたんか。これまで見てきた記憶を集めてこの道が語り続けているような感じがして。この声がずっと導いてくれる。声？僕が迷わずに戻れるように。わあ、ブルーバードや。羽ばたいたら戻らないと言って。うわ、出口が出てきてる。誰か立ってる。24時間テレビだったらサライが流れてくれていることでしょう。待ってくれている人がいる。それは誰かはもうなんとなく想像がつくと。システリア、中はアイリだね。つかめと言うのか、これは。え、どうすればいい。なにこれ。読み込んでくれよる。ああ、ソニア、ソニアじゃねえわ。あれ、ここ、この記憶は人間の方のリリーもおる。こんな感じだったんじゃ。あ、戻ってきた。 Shall we dance?戻ってきたよ。僕は戻ってきた。そしてここでミラの再会。
人間版のリリーもここにおるという感じ。青空じゃ、いつか見た夢見た光景がここに広がっとるんじゃ。あ、ディスクローニアでこんな青空が見える時が来るとは。ただいま、マイア。ただいま。続きをしよう。うわー、円満だったこうやって本当の目覚めが、本当の意味で目覚めたんじゃ。ほんま、ただ今やで。